学生割引とは学生、生徒を対象に提供される割引制度のことである。一般に学割と略されることが多い。学生割引は主として交通機関の運賃に適用される。これは通学や帰省、あるいは就職や進学のための受験等で経済的な能力のない学生の負担を減らすためである。したがって、 交通機関を利用する長期の旅行のために学校が発行する割引証は長期休暇での利用を前提にしているためその枚数が限られている。学生割引は交通機関以外にも様々な業種、サービス等で実施されている。その背景には今後社会人になっていく学生に対し様々なサービスを優遇することにより 長期的な顧客として確保しようという考えもある。学生、生徒ら将来を担う人たちのために教育と学習機会を提供するという意味で割引、もしくは無料になっている教育施設も少なくない。またある程度の割引については単純にその方が経済的に合理的であることもあり、それを目的として学割を設定することも考えられる。これは一般に 収入の低いものの方が需要の価格弾力性が高いことによる。つまり一般に収入が低いものの方が購入には価格が重要な要素となっており価格を下げることでより多くの顧客を獲得できるため最も利益を上げられる価格が異なる。例としてある入場券を考えると以下のようになる。このように集団によって 需要の価格弾力性が異なる場合には、それぞれの集団に最適となる価格を設定することで、利益を最大化できる。ただし、所得それ、事態を見極めるのは難しく、また顧客を区別することについて、高い価格を課されるものに不公平感などを感じさせることとなっては問題である。そこで、学生が一般的に収入が低いことに着目して、 判別が容易でかつ社会的に認められる区別方法として学生であるから割引することで利益を増大させていると考えられる。対象は、概ね一条項が対象であり、自動車学校などは対象外であるが、大学校、盲学校、老学校、養護学校、国際学生証所持者、予備校生など、講義の学生を対象とすることもある。多くは、 大学生の年齢を上限とすることが多いが、事業者によっては、夜間や通信制の学部を考慮して在籍していれば、年齢不問としたり、職業訓練のための機関、警察、消防、軍の内部教育のための機関も対象に含めることがある。字の通り学生を対象としたサービスであるため、割引適用の際には、学生証など証明が必要な場合が多い。 義務教育期間中の場合は年齢のみ確認で認められる場合もある。割引によっては未就学児も含まれることもある。学生割引乗車券、JR の学生割引乗車券、うぬま駅から大垣駅までは最短経路である、鉱山線、東海道経由では営業キロが101キロ未満である。ため学生割引を適用できないが、この乗車券の場合高山線 大多線、中央西、東海道を経由であるため営業キロが101キロ以上となり学生割引を適用することができる。学生割引が適用された JR の乗車券の例。高崎線新町駅から御殿場線御殿場駅へ小田急小田原線を経由する。JR 線の新町新宿間97.5キロと、 松田五天場が25.3キロを足すと122.8キロとなり、学割の対象となる。金額の左側の赤羽は同駅で途中下車したことを示す印。通学定期乗車券通学定期乗車券は、鉄道事業者からし、ただし、通学を目的とするため、発売区間は自宅の最寄り駅から学校の最寄り駅までに限定される。 通学回数乗車券通学回数乗車券は通信制学校への通学者が利用できる。その他日本では2016年1月1日現在、ソラシドヤが予約ができるヤングアリという名称で発売している。学生であれば年齢制限はなく、満12歳以上から22歳未満までの人も対象としている。学校教育法第1条の規定による 幼稚園を除く学校の学生及び生徒学校教育法第82条の2の規定によって設立された専修学校及び同法第83条の規定によって設立された各種学校の学生及び生徒さらに国際学生証を保持する人も対象としているため制度上は日本国外の学生でも学生割引を受けられることになる 他の日本の交通機関では、津軽海峡フェリーなどごく一部を例外として、JR を含めほとんどの車で、国際学生証を受け付けておらず、学生割引は受けられない。スターフライヤーも、スター学割という学生割引運賃があったが、2015年10月25日、登場分から満12歳以上二24歳未満を対象とした、スターユース運賃が導入されるとともに、 スター学割は廃止された。類似した割引として、スカイメイトがある。満12歳以上から22歳未満までが対象である。なお、年齢制限による割引であり、学生割引ではない。対象年齢であれば、社会人でも利用することができる。詳細は、スカイメイト学生割引を参照航空運賃では、それぞれの運賃が独立しているため、 学生割引もスカイメイトも割引の重複適用という概念が発生しない。詳しい適用条件は上記のリンク記事を参照。鉄道や航空以外の交通機関でも路線によっては学生割引の制度がある。鉄道以外の交通機関の学生割引措置はあくまで営業施策の一環であり、鉄道のように必ずしも学生。 生徒旅客運賃割引証を必要としない反面、鉄道運賃より安価で発売していることや、JR バスグループの青春ドリーム号のように廉価な運賃を設定している場合、学割の設定がない場合もある。期間限定のキャンペーンソフトウェアハードウェアインターネット社会、教育施設フランスでは、学生証を提示すれば、美術館、観光スポット、イベント、 公共交通機関などで割引を受けることができることが多い。ドイツでは学生証を提示すれば博物館、美術館、公共交通機関などで割引を受けることができることが多い。クロアチアでは約120の博物館で学生割引が設定されている。スロベニアでは約20の博物館で学生割引が設定されている。スロベニアでは 多くのレストランで学生割引を利用することができる。海外からの留学生を含め、大学生及び大学院生のみ利用が可能であり、指定の場所で登録をする必要がある。2018年現在、登録書はスロベニア全体で18箇所あり、専用カード発行もしくは、スロベニアで利用が可能な携帯電話で登録することができる。 カード発行の場合は15ユーロの登録料金が必要。1日ごとの利用回数の上限は2回で、再利用するには前回の使用から4時間経過している必要がある。主に会計時に棒人の認証をするが、顔写真付きの身分証明書を提示する必要がある。カナダの博物館や美術館では学生割引が設定されていることが多い。ニュージーランドの長距離バスでは、 学生証を提示すれば20%オフ程度の割引を受けることができる。MOS2013、MOS2016、学割のご案内、マイクロソフトオフィススペシャリスト試験料の学生割引の例。AB、使用資格と条件。www.autodesk.co.jp2020 年12月18日閲覧。 青い森鉄道株式会社運賃表、割引乗車券、団体乗車券、勤労青少年旅客運賃割引制度の廃止について、愛知労働局、2016年3月31日閲覧。海外の学校に在籍している学生は、国際学生証の提示により、学生割引乗車券を購入できますか。東海旅客鉄道、 201から03から30閲覧。新運賃、スターユース設定。スターフライヤー。2016年3月30日閲覧。スターフライヤー。新運賃、スターユース設定と、スターシニアの利用条件変更を発表ウェブ予約、可能に。トレイシー、2016年3月30日閲覧。例えば2016年1月下旬5月末までに、 契約した場合、同年12月の利用分までは無料で利用可能となる。学生のお客様とご家族を対象としたキャンペーン、応援学割を実施 NTT ドコモブルーガイド編集部、ブルーガイドわがまま歩き、フランス、2016年、371ページ、ブルーガイド編集部、ブルーガイドわがまま歩き、ドイツ、2015年、344ページ、 A.B. ブルーガイド編集部、ブルーガイドわがまま歩き、クロアチアスロベニア、2017年、197ページ、ウナバーザ・ヴィル・ブリーニー、ハットブルーガイド編集部、ブルーガイドわがまま歩き、カナダ、2016年、313ページ、ブルーガイド編集部、ブルーガイドわがまま歩き、ニュージーランド、2000ありがとうございます。